はい、こんにちは、キュさんです。いつもありがとうございます。今日も車の中なんですが、外はですね、雨が降っています。なんかね、風がちょっと冷たいんですが、え、今日今ね、あの、滝行に行ってきたんですよ。滝にね、打たれるやつに。で、一週間今入ってるんですけども、ちょうど3日目で、え、それに加えてですね、僕はいつもね、お酒とお肉は滝行中はダメなんですけれども、まあ、それと、あの、今回はですね、炭水化物もやめてみました。なんとなくあの、体すっきりしたいなという感じでしてで、まだ3日目なんですけども、果物と野菜しか食べてないんですよね。なんか心なしかちょっとほっそりと、えー、すっきりしたような、 感じです。えー、というわけであの本題に入っていきたいと思いますけれども、昨日の動画の中でですね、 あの、交代の話をちょっとしたと思うんですよね。去年、秋から年末年始にかけて謎のカセットを引いた人が結構多かったと。で、それに対してですね、すごいコメントたくさんついてますよね。400近いコメントがありまして、もう心当たりがありますっていうのは結構多いわけですよ。で Facebook でも Twitter でもまあ同様のですね、すっげえ心当たりがありますっていうね。で、僕は一応仮説というかですね、単なる思い込み、思いつきなんで、これはもう概要欄にも書いてるんですけども、 あの、くれぐれもですね、信じないようにしてくださいね。本当に信じないでくださいね。あの、これはもう、いや、私って抗体ついたんだ。花粉症なかったから抗体ついたんだ、みたいな感じで、甘く見て外出歩いたりとかですね、その人混みの中に入ったりするのは、本当くれぐれも本当に真面目にやめてほしいんですけれども、ただですね、え、こういう仮説ってあるよね、みたいなのを、どうか頭の十分の一ぐらいに置いとくのは、あの、心の健康にはすごくいいのかなと思います。でももちろんですね、何回も繰り返す通り、え、三密とかですね、それ避けまして、え、ちゃんと政府のね、守ってると、 にに過ごすといいううのはももこれも完全に本当に厳守してくださいね自分の勝手な解釈で行くのは本当にそれ厳禁ということで口酸っぱく言わしてもらいますけれどもだけれどもなんかね中にはねあその話を聞いて私も年末にすごい謎の風邪ひいたんだけどもで花粉症も Q さんの言われたとりなかったとひょっとしたらなんか大丈夫なんじゃないかなというふうに思うんですよあでも油断は禁物ですけどねっていうこれぐらいのノリはですねすごくいいと思います 今ね、一番大切な何かって言ったらさ、やっぱり心の安心なんだよね。だから僕の最近チャンネルね、結構伸びてるんですよね。で、まあ、もともとね、まあ、ずっとその、ポジティブな、明るい話をずっとしてきたわけですけども、今やっぱりそういう話ってのはすごく求められてるんだな、という気がします。だからってですね、別にそういう背景だから、無理くりですね、明るく行きましょうと言ってるわけじゃないんですよ。なぜなら僕はですね、もうこの15年間会社を辞めてからですね、ずっと、いいことばっかり探して生きてきたわけなんです。でそうやって引き寄せなのですね、 願望なのっていうことを自分で、実践してでそれで、まあ本に書いたりですね、ブログに書いたり、まあ最近だったらこういった YouTube でですね、お話しして、まあシェアして、自分自身や、まあそれをですね、受け取った人たちがそういう実感をして、 まあ、拡散してくれたりとかですね。まあ、それすごくいいかなと思います。だからね、これ基本のね、もう基本の木なんですけどね、今どういう状況であっても心の中だけは自由でいたいという、で、明るくですね、楽しくワクワクするということは、これはもうね、絶対だと思うわけですよ。だからそんな中でですね、あくまでそのデマとか嘘にね、惑わされるのは絶対良くないと思うんだけども、でも一つでもですね、二つでも明るい材料を自分で探して、自分の心の健康とかですね、に役立ててほしいなと思います。で、そういった中で僕のブログじゃなくて、この動画がですね、何かあの、 以上になるんであればこればこううだからってついてにさっきも言ったようにですね無理やりなんか軽く車をポジティブに行きましょうっていうふうに拳上げてるわけじゃなくてまああくまで自然体でですね僕が喋りたいことを喋ってるってことですんでまあ今日もねそうやって喋りを聞いてほしいなと思いますまあ例によってですね相変わらずあの台本もないんですけども今日はちょっとねあのコメント読もうかなと思いますあそうそうそれですねちょっと話また <laughs> 進もうと思ったんだけども去年11月の話思い出しましたあの矢沢永吉さんですけども あの、歌手生活30年もっとあるんかなえー、ぐらいですよね。ずっと、ま、40年ぐらいあるのかなの中で、初めて、あの、体調不良でコンサートで休まれたんですよね。で、歌手の方ってさ、もうずっと歌ってるわけでしょだから喉を酷使してるんだから、大変だなと思う一方でですね、あの人たちは本当プロなんですよ。プロということはですね、喉も人一番強いんですね。だから、タバコ吸うが酒の棒がですね、 で、毎晩毎晩ライブとかコンサート歌ってもですね、全然あの、鍛えられてるんですよ。だからこれは普通の人が、僕なんかとかですね、普通の人がですね、ガン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 歌ったりすると、もう一瞬のうちに潰れちゃいますよね。だから、そういった意味では、プロの人たちもですね、最初は潰しちゃったと思うんですけども、やっぱり、ね、30年、40年やってる人が、体調不良とかですね、喉を潰すとかにはほとんどありえないんですよね。で、そういった観点から言うとですね、a ちゃんはひょっとしてと思ったりするわけですよ。だからそれが言いたかっただけ。あ、ただそういえばそういうことあったなと。で、その前後に本当に謎のね、風邪ひいてる人が結構多かったんで、 でひょっとしたらですね、まあ去年の秋口ぐらいから中国人のですね、まあ観光客と往来はずっとあるわけじゃないですか。そんな中で我々も知らず知らずのうちにまあってんのかなっていうふうにま仮説を立ててるっていうことなんですよね。でもそれ逆に言うとですね、まあ、ほとんどの人がですね、僕の元にすごく情報がいろいろ体験談も含めて入ってくるわけなんですけども、あの、まあ、勝手に治っちゃうんだよね。あのきついなとか思うんですよ。最初ね。でインフルエンザあこれ陰性だよね。だから。 でインフルエンザのタミフルとかは効かないんだなと、抗生物質なんとなく投与されて、なんとなく熱済ましてもらって、安静にするしかないんだよねっていう、ちょっといつもよりつきついよねっていうのはあるかもしれない、でもまあ1週間とかもか日ぐらいしたらですね、あのやっぱり治っちゃってるっていうのがあるわけですよ、だからでも甘く見ようっていうわけじゃないんですけれども、なんかやっぱりそういう感じなのかなっていうふうに、なんとなく最終的に思うわけなんです、あそうそう、これで,ですね、昨日あのコメント欄ですごくいいウェブサイトというか、ブログをですね、紹介してもらったんですよね。ちょ 元にそれないんでもう思えてる限りで言いますけども、ちょっと概要欄にそれ貼っておきますね。えそれはですね、まあ、一応メディカルな方面の、えー、オーストラリアかなアメリカかな、えその辺のその。 お医者さんのですね、研究レポートみたいなのを日本語で訳してるレポートがあるわけですね。だから別に僕みたいなですね、ど素人が付き勝手喋ってるんじゃなくて、きちんとしたですね、研究成果に基づく話だと思うわけです。それだけ信憑性があるんですけども、まあ、結論だけ言うとですね、今回の新型コロナはですね、あの収束しないです。で、それは僕も分かってるわけです。収束はしませんよね。だから、まあ、収束するってらですね、あの、物理的にありえないんですよね。例えばね、ペストとか、 なんだっけ黄熱病とかですね。まあもちろんもうね、特効薬もありますし、ワクチンもありますし、で、それでどうこうなることはないんですけども、でも今でもあるんですよ。実際の話です、ね。今でもかかる人いるわけですね。実際。で、まあ唯一ですね、完全に撲滅したのは、あの天然痘ぐらいですよね。 って言われてますそういった意味でですね、今回のあのウイルスに関しても、撲滅とか収束ってないわけですね。だけどまあ、それとなくなんとなくダラダラとですね、あの、馴染んでいくっていう感じだと思うわけですよ、えー。集団免疫という話もあるんですけども、まあそれを期待するんでれば大体2年ぐらいかかるという感じです。だから2年後のですね、5月くらいにはまあ完全に馴染んでるっていう話でありますし、あとまあ、特効薬、ワクチンもですね、それに同時進行で開発されていくわけですね。 で、まあ、最近で言うとですね、非常にいい話がありましたね、やっぱアビガンですよね。ね、アビガンについて喋ってくれみたいなこと言ってますけどね、僕はあの、メディカルの人間じゃないんで、わかんないわけですよ、実際の話。だから僕はあの、今ね、コロスケマニアっていうことで,ですね、いろんなツイッターとか、あの、まあ、海外サイトまでなかなか目を通せないんですけども、まあ、それにずるようなですね、えー、報告しているようなサイトなんかいろいろ目を通してるとですね、あの、非常にあの、効果的だというふうに聞きました。で、最近あの、あるアイドルさんですか地下アイドルって言ってるのかなわかんないけども、なんとか空豆ちゃんという人が、え、アビガン投与しましたっていうですね、そのツイッターすごく話題になってましたけど、 あのやっぱりね、最初は、あの、妖精出ましたと。でその彼女で、ね、面白いなと洒落てるなと思ったらですね、妖精をですね、フェアリーのね、フェアリーの妖精っていいね、ああいうなんか書き換え方いいよね、フェアリーの妖精になりましたってですね、で、最初は、ああ、じゃあ陽性なんだと思ってね、で保険適用外の治療っていうのがあるわけですね、それがまさにアビガンなんですけども、最初は断っていたと。 え、けど、やっぱりきついんで、めちゃきついんで、じゃあやりますっていうことで、やったら、なんかみるみる下がっていったって話ですね。えー、もちろんですね、そのアビガンに関してはよく言われてる通り、あの、不妊リスクがあったり、ま、危機時が生まれるリスクがあったりするっていうことで,ですね。ま、妊婦さんじゃなくても女性の場合は特にやっぱり慎重である、必要はあるんですけれども、でも、ま、逆にですね、ま、男性だったり、ま、多くの方のですね、あの、命そのものはですね、ま、救えるわけですよ、女性も含めてですね。だから、あの、これに関しては今ね、あの、日本政府が200万人分のものをもうすでに持ってたわけですね。でこれ れはですね実はあのもう2月1月ぐらいからあってですねこれ都市伝説なんですけどもなんとなくねあの準備されてる感があるわけですよ準備されてる感がねでフジフィルムでしょフジフィルムでフィジフィルムの社長とですね、えー、安倍さんが仲いいとか、まあ、そんなこと言うとですねまだ森友賭け問題の二の舞になりそうだからです、ね、あんまり言いたくないんだけどもそこに何かそういった裏の取引があるとはも,もちろん言いませんだけどもう、うん、まあこれはちょっとうがちつきかなってあんまり言われな言うのはめどうかなこれ確かな話じゃないんでねうん けど、なんかね、あの、気なくさい分はちょっとあるよなと。うん、どうなんだろうね。<laughs> まあわかんない <laughs>、まあ。いずれにしてもですね、結果だけ言うと、あの、すごくいい兆しもありますし、で、保険適用外っていう名のもとでですね、あ、そういった選択肢あるんだなっていうのは、僕はすごく、あの、いいニュースだと思います。で、こういう話はね、みんな知ってていいと思いますよね。なんか海外にアビガンいろいろ言ってるみたいなんだけれども、日本じゃそれできないんですかっていう話ね、よくありますが、えら、ー、ま豆ちゃんのね、あの、ツイッターなんか見ていると、あ適用外の、ね、あの、治療できるんだということ だから、あの、今後ですね、すごく、まあ、仮にフェアリーになったとしてもですね、いいですね、フェアリーね、妖精のフェアリーね、フェアリーになったとしてもですね、うん、あ、それがあるんだと。 なんかお守りっぽくね、思ってるのって僕すごくいいし、やっぱりね、絶望だーともうこれかかっちゃったらもうオわコこんだーみたいな感じですね。なるとやっぱり心の健康に良くないわけですよ。でも、今この状態で大変なんだけれども、最終手段として適用外でいくらかかりかかりませんけれども、あ、それあるんだなーっていうのを知ってるだけでいいんですよ。で、ね、知ってるセーフティネットって言いますよね。保険もそうなんだけども。 だから、あの、よくね、例えられるのがサーカスで、あの、ネットでこうやって繋がったりするじゃないですか。で、その時にね、あの、やっぱりそこを下に何もなかったらさ、それ怖いよね、まあ、足すくむよね。で、その時に、大胆なパフォーマンスできないんだけども、でもまあ、落ちても大丈夫だなっていうふうなね、安心感があると大胆にできるわけですよ。そういった意味ではですね、あの、まあ、アビガンっていうのもありますし、まあ、今後どんどんどんですね、あの、いろいろ、報告があると思います。 だからまあ、なんだろうね。大丈夫だよ <laughs> ということ。<laughs> それ。ほんとそれですよ。でね、まあ、あとは、あの、さっきね、収束することはないんだけれども、でもなんとなくダラダラと馴染んでいくっていうのが、これ一番いい方法ですよ。実際の話ね。で、まあ、1年も2年もですね、政府がね、そのずっと保障するわけないわけですね。まあ、どっかで経済をか、あの、やっぱり、開始しないといけないんだよ。で、それはやっぱり5月とかになって、 ると思うわけ、6月とかね。うん、早い段階でしないとさ、ねそのお店、閉めってね、まあ、大変じゃないですかね、それは。で、現実的な意味でですね、それありますよ。例えばインドなんか、これすごく大変だなと思うんだけども、そんなにね、その、 死者もですね、感染者もいないんだけれども、これ大変だとね、思って、あ、もちろん衛生環境がですね、あんまり良くないから、その、ロックダウン早めにするっていうのはすごくいい決断なんですけども、え、そのロックダウンの解除はですね、5月3日まで延長されたっていうことで、今、あの、インド人がですね暴、暴動を起こしてるんですよ、すごくね。で、あれすごくわかるんですけども、 まだ日本人はですね、生活保護があったり、まあ、いろんな各種施策があったりするわけですけども、インドって出稼ぐ労働者が多くて、自分の身のですね、保障がない人めちゃくちゃ多いんですよ。えー、で、いながらですね、日銭にしか稼げないわけですね。だから一日、例えばその、5ドルとか10ドルで生活してる人がいっぱいいるんですよね。だから僕はまあよくインド行ってたんだけども、あの、陸車ってね、あのー、 あの、なんですね。タクシーの人力版とかバイク版みたいなやつがあるでしょあれは親方からですね、そういったバイク、三輪バイクとかですね、人力車を借りてですよ。えー、それでまあ、かなりのですね、あのー、上前を取られて、これで非前に稼いでるわけですよ。だから観光客なんか見たらやっぱり、ぼってくんなこれは仕方ないし、僕はもう最近はですね、インド行ったらもう、喜んでボられてるんだけども、あの人たちなんかは、あの、その日稼ぎなんですよね。だからもう食べられないんですよ、実際に。本当にね、 そうなんですよねだから1ヶ月間我慢しろって言われてももうね そこつきちゃうんですよね。いや、もちろんそのマザーハウスみたいにですね、えー、そういうその貧しい人たちを支援するような団体はあるんだけれども、にしてもですね、やっぱり限度があるし、えー、むしろそういうところにですね、人が集まってしまうと、クラスターを作ってしまうわけでしょ。だから、すごく大変なんですよ。で、そういった意味でもですね、もうね、このまま飢え死にするんだったら、もうかかってしまった方がいいやって思ってる人たちがいっぱいいるわけですね。で、その動きが今度どこをですね、世界で広がっていくと思います。インド、まあもちろん今もそうなってますけども、 あと、イタリアとかスペインとかですね、アメリカとかですね、そうなってくるわけですよ。で、そうなった時にですね、まあ、これは一つの流れとして、演疫的に考えた時ですね、一つの方向性だと思うんだけども、もういいやってなって、街にみんな降り出すんですよ。でも、かかってもええわいみたいな感じですね。どうせ、まあ、8割ぐらいは軽症なんでしょうっていうことで、なってくるような気がするんですよね。で、これを今僕はこういうことを言うのはですね、非常に不謹慎だとは言う。これはもう、承知の上なんだけども、でも、やっぱり経済で生きなきゃいけないっていうね、経済ってのはやっぱり、 この社会の血流血管みたいなもんですからね。それ今止めちゃってるわけですね。だから止めちゃったままさ、もう息止めたままずっと暮らしてるわけでしょ。それも限度がありますんで、やっぱりガーッと流す必要があるわけなんですね。で、その中でそれは暴動でも起こして、あの、社会が動くんじゃないかなと思います。で、 まあ、いいとはもちろん思いませんよ。うん。でも、必然的にそうなってるなと思いますよね。で、今ですね、まあ、あるトランプさんだったかな、どなたさんかがですね、この状態をですね、第3次世界大戦、安倍さんだったかな、に例えてるわけですよ。これまさにその通りですね、あの、アキラっていう漫画があって、で、そこでは僕読んではいないんですけども、東京オリンピックが中止になるっていうことを予言したっていうことですごく今、世界的に話題らしいんですけども、そこでもですね、第3次世界大戦の、あの、話なんですかね、まあ、そういったリアル北斗の件みたいな、そんな状況になってるわけでしょ。 で、それはまさに今この状況なんですね、今その、いわゆるです、ね、戦車飛ばしたり、ミサイル飛ばしたりっていうのはです、ね、もうコストに合わないということはみんな分かってるわけなんですね、ですんで、どちらかというとです、ね、情報戦、そして、えー、とウイルス戦という、ことで,ですね、えー、そういった予言を記しているわけですよ。ですんで、われわれは、ねまあ、これはもう正直言って、人と人との戦いではなくて、えー、人と,、えー、と以外のです、ね、未知なるものとの戦いこというところですね、完全に今、第3次世界大戦だなというふうにあの実感してます。えー、そのの中で、えー、当時時、ね、第2次世界大戦の時あたりに さまざまな国がですねお、お国の独自の戦略を取って戦ってたと思うんですけども、その戦略性がですね、今、このね、ウイルスという共通の敵に対してもですね、非常によく現れてるなという気がします。例えばですね、ヨーロッパ、イタリアとかあのスペインなんかは、もう早々とロックダウンして、で、処罰するというね、外出たやつ処罰する、インドもそうでしたよね。で、あの、ニュージーランドですね、若いまで30代の、あの、首長、大統領っていうんですかね、は、ロックダウンしたんですけども、うん、今非常にね、あの、あの 意志を持ってね、リーダーシップをガッとして、単に罰則を加えるってわけじゃなくて、やっぱり国民を鼓舞するんですね、頑張ろうぜみたいな感じがやっぱりあるとかですね。まあ、ニュージーランドですね、比較的やっぱり国としては、あの、新しい国だけにですね、うん、まあ、歴史はね、まあそこそこもちゃんとありますけれども、まあ、ヨーロッパとか日本に比べては全然新しい国ってことで,ですね、えー、リーダーシップを取る人間っていうのが非常に強く、えー、そして、まあそういったね、あの、お国柄って出てるんだなっていう気がしました。まあ、あとは、あの、ね、 えー、どこだっけスウェーデンなんかもですね、まあ、いろいろそれぞれ。 スウェーデンはロックダウンしてないんだけども、なんとなくですね、えー、日本と同じような感じでやってると。で、ブラジルなんかはもう全部かかっちまえっていうわけですね。あれあれでねあの、ラテンの気質だなと思うわけですね。もうかかってしまったらいいじゃんかで。で、それでうまくいってないかといったらですね、あのそうとも限らないんですよね。結構うまくいってる部分があるわけですよ。で、こんな感じでずっと集団ね、免疫を獲得したりとかですね、えー、経済の血流を止めずにですね、なんとなくみんなが発調をだんだん合わせてくると思いますんで、でブラジルはブラジルで,ですね、一つの戦略かなと思って、これいい悪いですよね。じゃ日本はどうかっていう話なんですけども、 今あの、一律10万円の給付というのがですね、決定されましたよね。であと、日本全国、ね、都道府県に緊急事態政令というのが、えー、発表されまして、であのやっぱり批判されてるわけですよ、遅いとかですね、何やってんだみたいな。で、これ、日本型のね、これ、施策のあり方だということで、僕はまあいいかなと思ってるわけですね。つまり、和を持ってたっとしてなすというですね、17条の憲法でも言われてる通り、日本はですね、あの話し合い文化なんですね。で、これ、伊沢本彦さんというね、その、在野の歴史家が、 あの、ま、半分小説家だし、えー、半分物書きなんですよね普通のですね、それ一般書を書く人なんだけども、伊沢沼斗司さん。あの人なんかやっぱ日本の文化って話し合い文化だっていうことで言ってるんですが、えー、まさにですね、今回のあり方っていうのは、もう突破ンでいきなりガーンってですね、やるんではなくて、徐々に徐々にですね、状況を見ながら空気を見ながらですね、えー、じわじわとやっていくっていう方向は、批判を浴びる一方でですね、その批判も含めて非常に話し合いの中にちゃんと組み込まれてるのかなって思ってですね、日本型のあの施策としては、僕は、僕はすごくいいなと思ってます。だから僕はその、これ批判するの簡単なんだけど、 でも、いい面とか、あこれ、なかなかよくやってるなっていうふうに思う方が、俺、精神の健康のですごくいいなというふうに感じてるんでですね、まあ、最終的に、なんだろうね、まあ、いいことしか僕は見えないっていうことでですね、あとやっぱり、結局大丈夫なんだなっていう気がします。うん、まあ、そうそうだよね。うん、そうとしか考えられないんだよね、やっぱりね。<笑><笑>まあ第3次世界大戦という言い方したらさ、おどろおどろしいんだけども、でも、共通の敵は、世界ね、ねそのどこそこと国と国でですね、殺し合ってるわけじゃなくて、まあ、一つの共通の敵に向かって、 でですすねね我々戦ってるっててることでです、ね、今地球とかねその世界が一つになってるってことでえ僕はすごくあのー、ね今の状況を今はねまだ評価はできないんだけどもえ歴史の中であ,のある一つ転換点としてなんだろうな。 いい側面を見ることもあるんじゃないかなと思ったりしています、えー、コメント読もうと思ったんだけど <laughs> ちょっとまあいいや <laughs> ということですね、うん、でもあの僕コメントとかですねすごく助かるんでだからコメントをたくさんいただけるんでもうなかなかねその自分の本ちゃんの願望実現とかスピリチュアルとか精神世界の話をですねなかなかできないでいてなんとなく最近はあのー、ねなんかすごくガタガタって言ったさ鼻がかい<笑><笑>あのコロナ問題の <laughs> 一つのあのアンテナチャンネルみたいになりつつあるんだけどまあそれはそれでよくってあのなんだろうね僕はもう何回も言ってる通りこのチャンネルはもう僕も持ってることをバババババって喋ってしまう。 ね、あの、フリートークの番組ですんで、だから今日 Q さん何の話すんのかなみたいな感じですね。えー、聞き始めてもですね、最後まで何言うかわかんないんですよ。で、僕も何言うかわかんないですね。で、結局でも、シーンは一つなんですよね。やっぱ大丈夫だってことなんですね。で、未来やっぱり明るいし、いい材料がたくさんあります。で、何よりもこれ大切なのは自分自身の心を健康にするってことなんですよね。それ以外にないですよってことです。で、さっきね、その、紹介したウェブサイトでもありましたけども、 やっぱりね、あのー、徐々に徐々に馴染んでいく中で、自分の免疫力っていうのがね、うん、これ漠然とした話だからね、免疫力っていうのも、それが大切だと思いますよ。だから例えばね、<laughs> 怖い。 これでかかったら、いや、で、言ってるとさ、テンション下がるんだよね。でもね、いや、今結構辛いからさ、やっぱみんな頑張ってきましょうよ。ね、の未来明るいよね。いやー、俺、その飲みに行ったら、その、楽しみだよねー、みたいなね。本当。いや、もうね、早く、終戦しないかなーってね。でみんなで、うはーって感じでさ、生ビール飲もうぜ、みたいなね。ね、えいちゃんがいるさ、ね、うまいビール。 飲んで帰ってくださいねってね。行きたいわけですよね。で、そうやって喋ってる、今こうやって喋ってるし、これを聞いてる皆さんもそうだと思うんだけども、やっぱちょっと気分明るくなるじゃないですか。その気分の明るくなるこの感じっていうのはね、俺今大切と思うわけね。だからさ、なんとろう今ちょっと言ったけどね、うまいビールね、うまいワインでもいいけどさ、家の中にいるんでしょで、うまいビール飲みながらね、YouTube 見ようよ。<laughs> ということだよね。音楽聴いたりとかですね。あの、そう人と、なんかいろんな、 ラインとか、ズームとかで喋ったりね。今、リモートでたくさんできますんで、リモート飲み会とかね、あの、ズーム飲み会とかで今流行ってるんでしょ俺は参加したことないけども。今、ちょっとお酒飲めないっていうのもあるんだけどね。で、そうやってさ、自分のできる範囲で外に行かずにできること結構あるし、で、そういった中でさ、なんか未来を希望をさ、いろいろ語ってきたよね。 うんね、いいようになるんだよ。で、こういった、こういう、その、マイナス出来事があった後の反動っていうのは、やっぱイノベーションっていうのはすごく必ず起きるんで、これからね、その、いろいろ言う人いるよ。5G がどうたらこうたって、マイナスなことを言う人もいますよ。体に悪いとかね。だけどやっぱり人間ってさ、馴染んでいくものなんだよ。全てにおいて。やっぱり潤化する馴染むんだよね。馴染むんだよってことですね。人間馴染むんだよね。そんな、そんなね、ちょっとショットのことでさ、へこたれないって、本当馴染んでいくんだよ。だから、つって、馴染ませるためにはさ、 なじませる免疫やっぱり大切だよね。免疫やっぱりね、まず一つは心の健康を明るくイメージする笑いです。笑いね。はい。笑って生きていこうということです。そして、ニコニコするということですよね。そうやってねで。あとはまあ食べ物ですね。まあよく言われてるのがね、いいご飯をしっかり噛んでね、食べると。ね、発酵食品もいいよとか言われてますけどもね。うん。 ちょ、ちょっとのお酒も、ちょっとというかね、まあまあ、たしなむ程度のお酒もいいと思いますし、そうやって今できる範囲でさ、楽しいことをどんどん探していこうよとですね、どうせ馴染なじむのが本当にね、えー、だからですね、もう未来の明るいことしかありません。としょ